ほんと最悪。制御装置が効かないなんて。博士には休めって言われたけど、原因を確かめなきゃ。ああ、ひどい姿になっちゃって。何がまずかったのかな。回路が焼けてる。くそ。僕が事前チェックしてれば絶対見つけてた。やった。オッケー、サーボ制御のルートを変えてっと。いいぞ。それじゃあ次は。そしたら今度は電圧を再調整。終わり。それじゃ試してみるか。新品同様。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。今やっちゃおうかな。
ピーター、論文のレビュー感謝するよ。専門家のレビューは偉大な科学の基盤となる。実は試着の準備をしている最中、馬鹿げてはいるがこう考えてた。本当にこれが手足の代用として最良なのかと、別の方法があるんじゃないかと考えてしまうんだよ。今日はついに補助金審査だ。準備はできた。研究は目覚ましい速度で進展した。まさか身長アクチュエーターを許容値に戻せるとは思っていなかったが、パーカーが、あの子のゲリラ科学を見る目は他に類を見ない。カスタム機械加工の補充部品を注文しようとした時、ちょうど彼が工務店から溶剤のボトルと歯ブラシを持って帰ってきた。見事アクチュエーターの問題を解決した。あの子は間違いなく天才だ。遅刻魔の天才でもあるが、もう10分遅刻だ。まったく今日の審査を忘れたわけじゃあるまいし。きっとがっかりさせたよね。博士は義手の新しい素材をテストしてたんだ。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、強力だけどインピーダンスが高い。他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。よし、これ以上ヘマしたくないし、今日はもう帰ろう。スパイダーマン、こちらユリ。フィスクはもうライカーズ？ライカーズじゃない。あいつはビップ待遇されるらしいから、ラフト刑務所。ああ、スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと？フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。すぐ行くよ。ふん、ファクトニュースの最新号か。僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースへようこそ。リスナーとこの街の問題について語るのはおなじみピューリッツァー賞を受賞した二度な二度も受賞したデイリー・ビューグルの元編集長だ。本の宣伝。そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると追加でサイン入り版をゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。諸君、J ・ジョナ・ジェームソンのファクトニュースだ。世界にあふれる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ、しゃべって。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。なるほどな。それで君は警官か検察か、それとも私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。ああ、いや、配管業者。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。暗黒街のボスについての豆知識だ。一人消えるとたちまちジャージに金のチェーンをジャラジャラ身につけたチンピラどもが次なるゴッドファーザーの座を狙い出す。ギャグの構想を開始ってやつだ。だがあのウェブヘッドが気にすると思うか。なきゃない。テレビに映ることしか気にしてない男だぞ。はあ。でもおかげで手数料なしで同感が手に入る。だから構想が始まるまではウェブヘッドの味方だ。CD マフィアにそいつを3倍の値段で売りつけられたり足をへし折られそうになればそのくだらない考えも変わるだろう。じゃあな。見てろよジェイムソン、絶対僕のこと認めさせてやるからな。そのうちね。
禁煙したんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの？くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。で、話って、パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？ああ。パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね。1時間前まではシステムがダウンしたの。街中根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業かもね。犯人探しはあと、今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。うん、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？このタワーを見てみるか。